アマラリック531年は、西ゴート王。アラリック2世とテオデゴンドの子。ゆえに、テオドリックの外孫であり、第2代東ゴート王、アタラリックのいとこ、第3代王アマラスンタの老い、第4代王テオダハドの上位にあたる。父アラリック2世が戦死したとき、彼は幼児であった。身の安全のため彼は、ヒスパニアへ連れて行かれ。 その後祖父テオドリックが治めるプロヴァンスへ連れて行かれた。成人したアマラリックは522年に申請を開始した。4年後にテオドリックが死ぬと、プロヴァンスはいとこのアタラリックに割上された。アマラリックはクロービス一世の娘クロティルドと結婚したが、アマラリックがアリウス派で、クロティルドがカトリックであったために彼は妻を虐待し、フランク族の侵入を受けたため、 531年に殺害された。アマラリックの最初の知性は祖父テオドリックの摂政政治で始まった。西ゴーと族がローマに供給される穀物の支払いを要求したことが知られている。見返りとして毎年、西ゴーとは贈り物をした。税金を集めることが重要であったが、テオドリックは大規模な領土を支配していたエウリックや、 アラリック2世と同じレベルに増やすよう要求した。普通税の徴収者と延滞税の徴収者は不当な行動に出ることが多かったため、穀物を測定するために偽造された計りを用いることが起こった。王家の領地から上がる税収は過剰なまでに増加し、関税は誇張されるほどになった。リックは新しい種類の通貨を用意した。すでに半島では、 効果が鋳造されており、それは帝国の領土内では流通していなかった。テオドリックは摂政政治が終わるまでに東ゴートの将軍、テウディスを西ゴートの司令官に任命した。最初に彼はテオドリックの後継者でいとこにあたるアタラリックとの条約に署名した。プロバンスは東ゴートのものとなり、半島にあった駐屯地は廃止され、 二つの王国は個々に独立した。彼は西ゴート王国の宝物庫を取り戻した。東ゴートとの条約の下でガリアナルボネンシスが両国の国境となりセプティマニア、またはガリアと呼ばれるようになった。アマラリックは本拠地と宮廷をナルボンヌに置いた。526年、彼はウルグンとの血を引くフランクの王女クロティルドと結婚した。結婚した時から、 カトリックの彼女を強制的にアリウス派に回収させようとして虐待が始まった。王女を守る名目でメロビング長が進行し、怒りに駆られたアマラリックは妻を殴って死亡させた。531年にフランク族はナルボンヌを陥落させ、アマラリックはバルセロナに逃亡し、そこで暗殺された。没年齢は30歳前後。テウディスが王いについた。 アマラリックの死でバルトアサの生計は断絶し、この時点から東豪都族が王となり、再び選挙制のプロセスが取られるようになった。ただし、一説ではあるが、バルトアサの血筋自体は、下記のように続いているとされる。一人娘、ゴイスウインターがいるとされ、ゴイスウインターは、女子とはいえ、バルトアサの血筋を女系という形で後世に伝えた。後に、アタナギルドと結婚。 ブルンヒルドとガルスウィンとの二乗を設けた。ガルスウィンとは、キルペーリク一世の二番目の妻となったが、子はなかった。ブルンヒルドは、シギベルト一世の妻となり、イングンド、クロドサインド、キルデベルト二世の三子の母となった。このうち、イングンでは、ヘルメネギルドと結婚し、一人息子、アタナギルドを設けた。アタナギルドは、フラウヤ、 ユリアナ、東ローマ帝国将軍アスパルの末裔、ユスティニアヌス一世の皇后、テオドラの死生児の一人、テオドラの元孫と結婚。その血筋は少なくとも8世紀初めまで、キルデベルト2世の血筋は7世紀初めまで存続した。なお、ゴイスーインタとレオビギルドとの間に子はなかった。レオビンギルドの長男、ヘルメネギルドとゴイスーインタの孫娘イングンデトの、 結婚で、ゴイスインタの先父、アナダギルドと、ゴフレオビギルドの家系が合体することになる。ありがとうございます。